皆さんこんにちは、今回は、何か言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方からご質問いただきまして、リクエストいただきまして、それに対してのご回答をさせていただきたいと思います。質問の内容としては何かというとですね、以前に、日本人男性が持っているような白人国家はどこの国かって、ポーランドをちょっと例に挙げさせていただいたんですけどね、それから質問いただきました。じゃあ逆に言うと、日本人男性がモテるような白人国家はあるんですかという話を聞きました。ね、難しいですね、それはね。だから正直ないし、日本人男性がモテる白人国家っていうのは、特定の国ではないと思うんですね、ぶっちゃけなしね。それはなぜかっていうと、いくつか点があるんですけど、1点目としてはやっぱりそのいわゆるその男好きな男が好きな男の人、いわゆるゲイの人ってあんまりそこまで、比率で考えたらすごく多いわけじゃないじゃないですか。だからそういったところから考えて、どこの国がっていうのはないんです。だけど正直だし、今までいろんなゲイの人に自分もアプローチされたりとか、したわけで、そういった経験もちょっと語らさせていただきたいと思います。私自身は今まで、留学仕事において、海外長期4カ国、渡航調査も切れて7年半ぐらいは海外に暮らしています。やはりここ15年のうち、半分ぐらいはもう海外にいるわけですけど、当初学生の時にね、オーストラリア留学2年してましたけど、その時にね、ゲイっていうのはもちろんもう知ってましたね。男好きな男っていう、その時会ったことなかったんです今まで。日本っていうのはもちろんゲイの方っていると思うんです、かなりね。かなりでもないけど、他の国に比べたら少ないかなって感じはしますし、自分で私は実はゲイですっていうふうにね、カミングアウトする人ってもそんなに多くはないと思うんです。ただ他の国だと自分がゲイであることをね、やっぱり正直言ったりする人も多いし、そういう環境だったりもしたりもします。この間カナダバンクーバー行った時に LGBT のね、パレードなんか見ましたけど、ああいったカナダなんかだと結構堂々と言ったりもするんですけど、その中でこの番組を見ていただいている方の中にもいわゆるゲイの方はいらっしゃいます。だから私に関して、私は、ゲイの方とかレズの方とかバイの方とか全く偏見はございません。悪く言う人もいるかもしれないんだけど、私は全くそういった偏見の心はないし、逆に言うとゲイの人とかもね、いろいろ知り合って、最近だと知り合って一緒に行動したりとか、行動っていうか一緒に食事したりとかもしてますけど、結構いい方多いですよ。で、多分ね、この番組ご覧いただいて、今までどうだろう、 YouTube チャンネルをご覧いただいて会った方ってね、直接会った方っていうのはオフ会も含めてですけど、そうだな、100人いるかいないかぐらいですけど、その中に多分この人ゲイの人じゃないかなっていう人もいたにはいたんです。そういう感じなんですけどね。だから日本にもいるんです。ただ自分たちがゲイであるってことを基本的には言わないのが日本なんですけどね。で、海外に行くとどうかって、結構そういう自分がゲイであることを言ってきたりもしたりするんですけど、最初に初めてゲイの人に会ったっていうのはオーストラリアです。オーストラリアで、結構何人か話しかけられたりしたんですけどね。ケアンズっていうところに行った時です。で、日本語がすごく上手なオーストラリア人男性で話してってですね。で、日本語で会話してったわけですよ。そしたら、その、彼が、今からホテル行かないって言われて、ホテルって、で、ただ、しゃぶるだけだけどね、誰が、女の子いるのって言ったら、自分ですって言われて、と思って、びっくりしましたね。で、その彼は日本人男性が好きって言ってましたね。だからさすがに私はそういう男には興味ないんで、確かに、男としてかっこいいと思える、生き様とか、顔とか雰囲気がかっこいいと思える、あるけど、その性の対象とするかって言ったらそうは私はしませんね。だけど、そういう男でもやっぱり、男としてもやっぱ男としてかっこいいなと思う人は結構いるわけですけどね。ただやっぱりちょっと性の対象にはできないかなっていうのは実情なんだけど、そういう感じです。で、その後、いろんなところに行きました。アメリカに行った時、ロサンゼルス行った時にですね、友達を2人で行ったんですけど、ナイトクラブに行きたかったわけです。それで、ホテルのセキュリティに聞いたわけです。So we want to go to night clubs. Please tell me where the night club is. って言ったら、So you should go to West Hollywood. There are many night clubs. って言って言ったんで、Oh, okay, so we'll go to West Hollywood. って感じで言ったんだけどね。だけど、その、ウエストハリウッドということを紹介されてね、行ったらびっくりしたのがね、
なんかちょっと違ったわけですよ、ウエストハリウッド。いくつかのクラブ入ったんだけど、なんか男性がね、結構マッチョ、そんなにこのガンガンじゃないんだけど、ちょっと痩せてるマッチョみたいな感じの男性がお立ち台でパンツ一丁で踊ってるわけですよ。それでそしたらいきなりその白人男子が来てね、でなんかこう仲良く話してきて、でそしたらキスしてきたの、いやなななななって感じで言ったんですけどね。で友達と言って、何これゲイバーじゃん、ゲイじゃんっつって、なんかそれでセキュリティがゲイだったっていう話をね、セキュリティがゲイだった話をしたんですけど、ちょっと面白かったですけどね。そういうゲイが結構多いところね、ウエストハリウッド、ちょっとびっくりしましたけどね。あとは仕事で赴任したのがフィジーと、ベトナムのホーチミン、タイのバンコクです。遠くの国もいましたね。フィジーなんかだと結構フィジーっていうのはガタイがいいんです、みんなね。そのメラネシア系、ポリネシアなんかもそうなんですけど、ガタイはこんな感じでガッチリしてる、まあラグビー強かったりしますよね、ガッチリした人多いじゃないですか。その中でガッチリした人が多くて、でまあ自分はまあそのフィジー赴任してる時にガイド業も兼任してました、ガイド業もね。で、まあ、お客さん迎えに行って空港まで、そこからバスで運転手と共にそのホテルまでお送りするんですけど、そのあるホテルあったわけです。それはどこのホテルかっていうと、メルキュールホテルってあって、カプリコーンってあって、メルキュールっていうのが、まあ、ナンディってあるんですけど、首都は、まあ、フィジーの首都はスバなんですけど、基本的に観光の拠点となるのがナンディというところで、そこのナンディのフランスのアコーグループが経営する、メルキュールホテルの中にいたわけです。それはもうなんかまあこんな感じなんですけどね、もうこのちょっと女の子っぽくしてこの花をつけちゃったりして、でもう喋り方も女性なんですよ。でまあ結構仲良くなって、結構いきなりこうやってお尻触ってきたりとかするわけです。びっくりして、だ結構気に入られたけど、さすがに俺は男には興味ないって言ってやりましたけど、他にも他のホテルでね、結構やっぱ働いてる人が結構いましたね。でもしくは自分が働いてたところ、支店からだいたい歩いて 600m ぐらいが自宅だったんだけど、そのカロッコね、 T 字路のところの角のところで、ゲイの、立ちん坊がいてですね誘われたりして、いやいやそれはないなっていう言ってやったわけですけどね、ちょっとびっくりしました。でその後ベトナムのホーチミンとかタイのバンコク、東南アジアっていうのは本当にゲイの人が多いです。うん、これはなんでかっていろいろ考えたんです。あったかい国って結構ね、そのゲイの人多いんです。だからフィジーなんかも熱帯じゃないですか。で、ベトナムなんかだと女性が強いんです。女性がね、そういうカカア天下のような国っていうのは、なんかちょっとそういうゲイの人が結構いる、増えるのかなって感じはしたんですけど、まず何があったかっていうと、まあベトナムホーチミンに住んでた時に、どこに住んでたかっていうと、レタント一区のレタントン通りです。これは日本食屋がいっぱい溜まってるところ、やっぱり日本食とか食べたいなと思ったんで、日本食街の近くに住んだんですけど、そのレタントン通りのそのマンション、これセキュリティ付きのマンションです。でセキュリティ付きということでね、そのセキュリティがゲイだったんです、男付きな。でなんか顔はなんか織田裕二に似たような顔、まあちょっと可愛らしい感じのね顔してるんだけど、でなんかこっちを笑顔で見てくるんですよ。なんかちょっと不思議だなっていう、うん、なんかこの笑顔がちょっと不思議だなってずっと思ってたんですけどね。でまあよくエレベーターで一緒になるんですよ。自分が住んでたのは12階ぐらい建てぐらいの6階だったんですけど、まあ一緒になるじゃないですか。そしたらいきなりこうやってお尻を触ってくるんですよ。結構お尻触ったりとか、こう腕を触ってくるんですよね。なんでそんな触るのかなって、でまさかゲイなのかなって、ちょっと下のスタッフに聞いたんですよ。そしたら彼はゲイだって言ってだからかと思ったんですけどね。その後行きつけのジムとサウナがあったんです。そこでまあそのベトナム人の男の子がいて、でなんか やったらこっち見てくるんですよね。でもなんかガンつけられてる敵を感じるような 見方じゃないんですよ。でなんか向こうから話しかけてきたり仲良くなったんですけどね、チラ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 こっちの自分の息子の方を見てきたりして、ちょっとびっくりしたんですけどね。その彼もね多分ゲイだったと思います。で、タイのバンコクに移動して赴任した時に、まあタイのバンコク多かったですね。まあこの動画チャンネルなんかでゲイバー通りってアップしてると思うんですけど、34通りの方もね。で、あのシーロムの。かなり多いです。で、自分の会社の中に、まあ、日本人の従業員ももちろんいますし、自分はまあ出向で行ってるんですけど、現地採用の日本人もいたし、まあ基本的に雇ってる人ってもちろんその法律もあるので、タイ人がほとんど多いじゃないですか。で、タイ人の中に2人ぐらい、ゲイの男の子がいて、で、今でもね、たまにメール来ますよ。なんか好きだとか、I love you とか言って、
I love you って I'm not interested in men って言って言ってるわけだけど、だけどそれでもね、まあずっと送り続けてきたりするわけで、会いたいとかよく言ってくるわけです。寂しいとか I miss you とかって笑っちゃいましたけど、まあでもね、まあそれはそれで人柄としてはいいんですよね、うん、でまあね、なんていうかあんまりそうね、きつくは言わないし、自分はね、うん、そういうのもあるんですけど、まあそういったところですね。あとはこの間カナダ行った時に、バンフかな、バンフのところで、フィリピン人と出会ったわけです。それはそのゴンドラに乗ってサルファー山って山に登ったんです。でそれはゴンドラの結構な距離だったんですけどね、サルファー山登って、そしたらいきなりフィリピン人が一緒に乗ってきたわけです。男性だけどね、男性が。で最初俺気づかなかったんですよ、全く思って、全く気づかなかった。でただなんでかなっていう、何のために近づいてきたのかなと思って、まあまあ結構いいやつだったんですけどね。で、たまたま一緒の宿で仲良くなって、で食事一緒に作ったり、まあその彼はシェフだったんで、ちょっと料理ね作ってもらって食べさせてもらったりもしたりとかして、でレンタカー借りてたんで、彼がちょっとあの乗せてもらって連れてってもらったりもしたんですけど、でフェイスブックで友達になったんです。でフェイスブックで友達になってると、まあいろいろとまあメールが来るわけですけど、その中で君の息子のね、君の息子ここね、ここの写真を送ってほしいなんて言われて、えっと思って、何のためにって言って、で私は言ったわけですよ。 Are you gay? って言って、 Yes, I'm gay って感じが言ったわけです。ゲイだったんだなっていう、ちょっとびっくりしました。だから最初は気づかなかったんですけどね、うん、だからまあ正直なし、この質問いただいた話の中で、いわゆるその日本人男性がモテるような白人国家って正直ないわけないというか、どこの国ではそういうのはないかなって感じはするんだけど、ただ、国籍問わずであればいろんなところで話しかけてくるかなっていうのは、します、だからなんか俺ここのサイズはどのくらいかとか聞かれたとかね、いろいろありますけどね、笑っちゃいましたけどね、うん、まあそういう感じです。まあこういった問題に関してもね、まあ実際ゲイバー通りとか、あとはそのパタヤにもあるんですよ、あのそのボーイさん、まあこの動画チャンネルでもアップしてるんですけどね、まあそういったところでもねありますけど、まあ実際そういったところも、まあアメリカのロサンゼルス近郊ウエストハリウッドってある、それもね動画ではアップして見ていただければと思うんだけど、これからもそういったところもね一応潜入してって、行こうかなと思ってます。まあ今回はリクエストに対してのご回答ということで回答させていただいたんです。ちょっと長くなってしまったし、まずその最初の質問に対しての回答が、まあ結局はそれに対しては回答はしっかりできなかったんですけど、皆さんも何かね、質問があれば、質問していただければなるべくそれに沿うような形でご回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。